はいしょど真ん中。んなしょー、きれいにど真ん中。ちょっと左に曲がって、左バンカー方面。フェアウェイ右、よいしょ、16番セカンドです。残り140ヤード、かなり上げてます。お、筋ってる。おー、ナイスショー。松田選手、筋ってる。これも筋ってる。おー、ナイスショー。あ、ちょっとショート。あー、顎が高かった。顎に当たってしまいました。かなり上げてます。125ヤード、左からフェードがかかってます。筋ってます、これも。おー、ナイスショット。松岡花選手、搬入して顎の近辺からのショットで顎に当たってしまいました。60ヤード、ちょっとオーバーしてしまいました。4打目になります。4打目のアプローチショット、止まるか。ちょっとオーバーしてしまった。松澤選手から行くようです。バーディーパット。惜しい。ナイスパー。笹原選手、バーディーパットです。ちょっと松岡選手のスピードを見て打ち切れませんでした。佐野選手は同じくらいのラインです。タッチは松岡選手のアプローチ、笹原選手のパターンの位置を見ているので分かっていると思います。バーディーパットです。ちょっと弱いか。ナイスパー。ちょっと引っ掛け気味の左搬入してしまいました。珍しい。147ヤード20ヤード左に外すのは珍しい。ヒップターンの指導の遅れか。ピン右、ナイスワン。グリーン真ん中にオンです。ドローがかかってピン右横、ピンハイ、ナイスワン。ワンピン、バーディーチャンスです。右グリーン右にショートです。森口選手、珍しく150ヤードを左に、13ヤード前。
なんだそれ。うま。うま。ナイスパ。おー、ナイスショー。ナイスパー。ファイナルか。フックライン読み切った。惜しい。笹原由美選手、下りのフックライン読み切れるか、松澤選手の周りぐらいを見ていたと思います。下りのラインが打ち切れていません。ナイスパー。ナイスパー。ナイスショー。森本選手、バンカーショット、ピンチも全く動ぜず、ナイスサンドセンディングパーでした。最終ホール、ナイスショー。ナイスフェイド。ナイスショー。ここ370ヤードですが、強烈なアゲンストが吹いておりまして、全長400ヤード以上となっております。ナイスショー。いよいよ最終18番セカンド地点に来ております。まずは笹原西選手から、残り175ヤード、ティーショット打つときはかなりアゲンストの風が吹いていましたが、ここではあまり感じることができません。かなり残っていますので、プラス15、190ぐらいは必要だと思います。ちょっと左、グリーン手前です。サーノー選手、残り150、プラス残り160、アゲンスト、フェードがかかってグリーン左、風がかなり吹いてますが、グリーン右、ラフです。さあ、遥選手、先週は ATP でここにて優勝しました。7アンダーだったそうです。現在6アンダー。ピンの右、グリーンギリギリ乗ったか乗らないか、高橋浜松岡選手、残り140ですが、プラスアゲンスト。プラス高低差で距離を打つことができるか、左です。右左、残念ながら乗りません。優選手、約16、17ヤードのアプローチになります。下りのアプローチ、グリーンは十分に使えますので、難易度はそう高くありません。どうか、止まるか、止まるか、止まらない、下りで止まらない。さあ、松澤選手、逆にこちら側からだとグリーンがあまり使えません。ふわっとした球を打つことができるか、ボールを止めることができるでしょうか。
入れ入れ、おー惜しい、ナイスパー。さあ遥選手、これをねじ込むか、OK ディスタンスまでに寄せることができるか。10ヤード、文句のない、ナイスアプローチ、ナイスパー。フェアウェイからの見た目より左にグリーンが広くパンをしておりました。バーディーパットです。ちょっと強いか、強いか、ナイス、ナイスタッチです。超えなければ入らない。さあ笹原ひみ選手、パーで締められるか。101m50cm、惜しい。ナイスパー。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。